はい、こんにちは。リュウハイキュー整体院です。今回のテーマは、膝の痛みとか変形性膝関節症による辛い痛みを繰り返す致命的な理由ですね。こちらについて具体的にお伝えの方していきます。膝の痛みとか、あと変形性膝関節症って、いろんな治療法がありますよね。例えば、サポーターをするとか、あと筋トレするとかですね。あと、まあ、運動する、スクワットするとか、いろんなやり方がある中で、やってもなかなか解消されずにずーっとズルズル引きずってしまう方ってほんと多いんですね。で、こういったいろいろやっても解消されない方っていうのはある一つの共通点があって、そこがなかなか変わってこないと膝の痛みとか、あと変形性膝関節症の進行っていうのは防ぐことができないんですね。なので、この、だからその理由っていうのを知っていただいて、じゃあその理由をどういうふうに変えないといけないのかですね、ここまで具体的にしていただければなと思います。では早速、その理由とは何かというと、過去から今現在に至るまでで膝にかかる負担を解除するような行動っていうのがそもそも取れてない、これが理由のことが圧倒的に多いんですね。じゃあこれはどういうことかというと、人間っていうのは過去があって、で今があって、で未来があってですね、こうなった時に人間っていうのは実は痛みに限らず、今の現状っていうのは過去からの自分の思考の選択の積み重ねによって今現在があるんですね。ではこれどういうことかというと、例えば今現在膝が痛い、右膝が痛いとなった時に、右膝が痛くなるような行動っていうのを過去から積み重ねている可能性が高いんですね。過去に例えば今まで歩く量が多かったのに急に座る時間が長くなるとかですね、そういったことがあったら、それが座ってる時間が長いことが積み重なって、要は座るって行動の積み重ねによって膝の痛みにつながるっていう風な結果になったりするんですね。で、これって実際よくあって、膝の痛みって股関節が硬くなると膝の痛みってとか、あと変形性膝関節症悪化しやすくなるので、要は座る時間が長くなって、要は股関節がそれによって固まる時間が増えてですね、それの過去からの積み重ねで今の結果が出てるっていう風なことになってる方、まあ、実は現実に多いんですね。じゃあそういった膝の痛みを解消する場合どうすべきなのかというと、この未来に向けて、例えば座ってる時間を減らすとかですね、あとは股関節をしっかり動かすような運動をする、そういった行動を、要は過去から未来に積み重ねてた行動と全く反対ですね、それを解決する行動を取ることによって未来で痛みが解消されるっていう風になれるんですね。そこが人間ってのはどうしても過去から未来を振り返るって行動がめんどくさくてできないんですね。そのために今現在膝が痛いっていう現実しか見れないので、例えば表面的に出てる情報、今情報がいっぱいあるのは、例えば筋トレがいいとか、あとスクワットがいいとか、注射がいいとか、そういったとにかくいいって言われる情報にしか目がいかなくなってしまうので、要はいくらそれをやっても結果的には変わらないっていう風になってしまうんですね。なぜかというと、過去から今に至るまでで股関節が硬くなるって原因を作ったのに、筋トレとか注射とかですね、そういったのをいくらやっても股関節を柔らかくするっていう風な行動にはならないので、未来っていうのがずっと変わらない。だから過去からも今現在も、そして未来も何をやっても変わらないっていう風な現実になってしまうんですね。だから大事なのは、今現在と過去から見たときに自分がどういった行動をしてきたのかっていうのをもう細かく書き出す、これが一番大事なんですね。なので私の治療に来た方よくわかると思うんですけども、過去をすごく遡っていろいろ聞くんですね。それはなぜかというと、過去の積み重ねがどうやってきたかがわからないと、今現在の痛みは何で作られたのかっていうのが見えてこないからなんですね。それで、あ、この過去の積み重ねじゃ絶対股関節が固まってるから、それによって膝に負担かかってるなっていうのが見えるので、じゃあそこに対してですね、そこに対して今の現状は股関節が硬くなって膝が痛いから、じゃあこういった行動を積み重ねていくと、今のその膝の痛みをずっと繰り返してるっていう未来ではなくて、問題を解決する行動を積み重ねるので良くなる未来の方に行けますよっていう風なことが分かってくるんですね。だから5年10年とかも長年繰り返してるっていうのは、もう治らなくなってるとかではなくて、自分自身のどこの行動が間違ってるのかに気づけてないだけなんですね。だから一応自分の日常生活っていうのを細かく分析してみてほしいです。で、それで、あ、なんか運動量が少ないなと思うなら運動するっていう行動に変えるとか、あ、座ってる時間が長いなと思ったら合間で立つ時間を作るとか、でも解決するような筋トレとか湿布とか薬とかいう、なんかすぐ解決そうなものにすぐ飛びつくのではなくて、そういった過去から今に至るまでの行動を変えるってことを積極的にやってみてください。
そうすることによって今の繰り返すっていうのから抜け出すことができますので、ぜひ自分自身の行動ですねっていうのを見つめ直していただいて、流れの膝の痛みとか、あと変形性膝関節症の解消につなげていただければなと思います。ではこの動画が参考になったという方はグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。